中山かおりです。今回は少し濃いめのレポートでお届けしたいと思います。前回の馬の名前間違えまくりで申し訳なかった東京ダービー3連単を的中することができました。密かに自信がありましたので300円でかけていたんですけれども、非常にスリリングな観戦をすることができました。これでですね、東海ダービーと東京ダービーを2連勝で3連単を的中することができましたので、もちろん岩手ダービーも3連単でお届けしたいと思います。そしてですね、視聴再生回数が5000回突破と、チャンネル登録者数が約100名様突破、もう本当にありがとうございます。もう励みになります。もうあまりに伸びすぎてちょっとハードルが上がっているんですけども、早速岩手ダービーの予想に移りたいと思います。それではまず皆様が気になる4番のミニアチュールについてですが、水沢競馬移籍後は無敗の5連勝で勝ち上がってきており、私も最初はこの馬から入ろうかなと考えたのですが、ここ2戦のタイム差が2走前は 0.2 秒差、前走は 0.1 秒差と着差があまりないという点と、前走は少しで負けをして3番手から追走して途中で花に立つというスタイルでなんとか押し切ったというレース内容は、逃げ馬にとって大きな懸念材料を抱えるレース内容だったという点と、あとは山本正俊騎手への乗り換わりで挑む点のこの3点から考えて、今回は少し評価を抑えて3番手評価に入れたいと思います。そこで今回本命に選んだのが3番のロストナバーです。チューリップ特別を2着に構想したグランデッツ3区の馬です。前走のチューリップ特別ではキングオブナイルに敗れて 0.3 秒差の2着止まりとなりましたが、一瞬のキングオブナイルを捉えるかのような末足を披露しており、負けて強いレース内容を高く評価しました。その後のキングオブナイルは東京ダービートライアルで東京ダービー3着だった南西ホワイトに 0.1 秒差の2着まで詰めたレース内容を考えると、チューリップ特別の2着はかなり優秀な結果だったと判断できそうです。あとは距離が伸びてどこまで通用するかという点は未知数の部分として残りますが、粘り強い競馬ができる馬なので今回は持たせてくれると判断して本命に選びました。続いて対抗に選んだのが2番のリッキーナイトです。前走のダイヤモンドカップではミニアチュールに負けたものの、上がり最速の37秒8の末足で 0.1 秒差まで詰めたレース内容を高く評価しました。前走の内容を見る限り、距離が伸びた方がこちらの馬は適性が高まるような走りだったので、2波の延長となる今回ならチャンスがあると判断して2番手評価に選びました。今回は3連単フォーメーション1着2着3着に2番のリッキーナイト、3番ロストナブア、以上の2頭を選びました。続いて2着3着に選んだのが4番のミニアチュールを選びました。最後3着固定に選んだのが1番ピロブロス、7番スノーパトロール、以上の2頭を追加した3連単フォーメーション12点で勝負したいと思います。今回は水沢競馬で無敗の馬を止める予想で3連単を組んでみました。皆様の予想はいかがでしょうか。競馬カフェではコメント掲示板がございまして、そちらで皆様の予想を書き込んでいただくことができます。書き込みお待ちしております。そしてですね、引き続き皆様からのチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。中山かおりでした。